一番人気は8番マルゼンスキ。これ以上ない仕上がりですね。相性抜群のマイルで素晴らしい走りを期待したいですね。8番人気は7番ウォッカ。ちょっと厳しいメンバーですが健闘を期待したいですね。注目の3番人気2番成田大志。これ以上ない仕上がりですね。最後の直線での粘り強さには目を見張るものがありますね。この大舞台を勝ち抜き栄冠をつかむのはどの馬娘か。バルゴ杯決勝、3番人気はこの子です。2冠馬娘成田大志、2番人気を紹介しましょう。2冠馬娘5番マルゼンスキー。スタンドに押しかけたファンの期待を一身に背負ってグランプリ馬娘8番マルゼンスキー1番人気です。気合十分、いい顔してますね。各馬娘ゲートに入って体勢整いました。スタートです。バグ馬娘綺麗なスタートを切りました。これは位置取りが熾烈になりそうですね。先行争いは桜爆心5番マルゼンスキー8番マルゼンスキー。期待通りの結果を出せるか。1番人気8番マルゼンスキー。さあ激しい先行争いで前に出たのは5番マルゼンスキー。2番手の位置で先頭を伺うのは桜爆心8番マルゼンスキー。この位置につけています。2馬身3馬身開いてカレンちゃん5番手6番ウォッカ少し離れて7番ウォッカその外並んで9番ウォッカ2馬身3馬身開いてゴールドシップ1馬身差成田大志。意気揚々と先頭行きます。5番マルゼンスキーどうでしょうこの展開。かかってしまっているかもしれません。一息つけるといいですが。第4コーナーカーブ、ここからスパート、一気にレースが動きます。まだ1馬身以上の差があるぞ。ここから捉えることができるのか。さあいよいよ直線だ。どのタイミングで誰が仕掛けるのか。気持ちよく逃げている。5番マルゼンスキー8番マルゼンスキー前を狙っているぞ。7番ウォッカ先段を目指して到着する。最後のコーナー先陣を切ったのは5番マルゼンスキー。中で動いたのは7番ウォッカ飛び込んできた。7番ウォッカ一気に上がってくる。7番ウォッカ残り200。7番ウォッカすごい足で上がってきた。7番ウォッカ完全に抜け出した。7番ウォッカ足を衰える。7番ウォッカ今ゴールイン。勝ったのは7番ウォッカ。最後のレースを見事に勝ちバルゴ杯の栄冠をつかみました。2着6番ウォッカ3着は5番マルゼンスキー。